グリム童話の中の話の一つ。染色化は、千枚科は、ケムクジャラ姫などと訳されることもある。近親層感触が強い作品。また、美しい姫が異形のものに化けるというモチーフは、日本のバーガワなどにも見られる。ヘンリー・ジャスティス・フォードによる、千き川ある国の王妃が病にかかり、臨中の床で自分のように美しい。 金髪の女性とでなければ再婚しないでほしいと王に遺言をする。王妃の死後、再婚の話が出るが、王妃のような女性がいなかったので断り続ける。数年後、王は自分の娘が王妃に似た美しい女性へと成長していることに気づき、側近の反対を跳ねのけて次の花嫁と定める。王女は近親婚を阻止するため、月のドレス、性のドレス、 太陽のドレスを不王にせがみ、さらに千種類の動物の皮で作った毛皮のコートを作ってくれないと結婚はしないと難題を突きつける。しかし王は国中の職人を集めてすべての衣装を完成させてしまう。父から婚礼は足と告げられた王女は万作尽きたことを悟り、三着のドレスに王からもらった金の指輪、金の糸車、金の糸枠を包み、 肌を墨で黒く塗って線引き側をまとい、城から逃げ出す。森をさまよっていると、その異様な姿から、奇妙な獣と間違えられ、捕らえられるが王女とは気づかれず、城の料理番の下働きとして雇われ、その風体から、線引き側と呼ばれることとなる。ある日、城で、舞踏会が開かれた時、王女は向こうに会えると考え太陽のドレスをまとって、美しい姿で現れる。 王は見知らぬ女性が自分の花嫁に似ていることに気づくが確かめる前に王女は去ってしまう。王女は千き側に戻り王のためのスープに金の指輪を入れる。王はスープを作った千き側を呼び出し指輪について問いただすが王女ははぐらかしてやり過ごす。二度目の舞踏会に王女は月のドレスをまとって現れ王と踊った後にすぐに姿を隠した。 王は消えた女性の金髪から、かの女性が自分の花嫁であると確信を深める。厨房に戻った王女は王のためのスープに金の糸車を入れる。スープの中から糸車を見つけた王は、それが以前自分が花嫁に送ったものと気がつき驚く。再び千引き側は呼び出されるが、はぐらかしてやり過ごす。三度目の舞踏会に王女は星のドレスをまとって現れる。 やはり王の元から逃走するが、時間が足りなかったために、一本の指に墨を塗り損ねる。厨房に戻った王女は、王のためのスープに、金の糸枠を入れる。スープの中から糸枠を見つけた王は、花嫁が自分の身近に存在することを確信し、千匹側を呼び出す。質問され、逃げ出す千匹側の指の白さを見逃さなかった王が、 千き側を捕まえ毛側を剥がすと黄金の髪があらわとなり、その正体が明らかとなる。それから王と王女は結婚し、死ぬまで幸せに暮らした。参考文献、グリム童は諸版の千き側は王女が不王との近親婚から逃れるために城から逃亡する前半部に対し身分を隠して下働きに身をやつした王女が愛しいお婿さんに会えると考えて、 舞踏会に現れてそれとなく自分の存在を示し、不応との結婚に至るという、辻妻の合わないストーリーとなっている。グリム童話研究者のハインツ・レレケは、初版の、千引き側は1798年のカール、ネイルリッヒの長編小説、シリーの中にある、後半部に掃除した総和と、1812年に、 グリム兄弟がビルト家から採集した話が強引に融合されたものと推測している。注釈思考などからグリム兄弟もこの不合理さには気づいていたことがわかる。第2版以降ではスープに入れた金の品々が王からの贈り物だったという設定はなくなっている。他にも森で王妃を発見市場に連れ帰るのはこの森の持ち主である王に変更され、不王とは 別人とすることで不合理さの解消が図られている。また、近親相関は、自動書のテーマとして、ふさわしくないと考えたが、本テクストでは、王の近親相関願望が、物語の本質的な部分となっているため、王の側近が代弁する形で、近親相関への批判を織り込んでいる。また、原点となった古い民話には、王女が結婚の条件として突きつける難題に、 王国の司法であり、財源でもある、黄金の糞をするロバの皮で作ったコートを要求する、千引き側、ならぬ、ロバの皮版も存在する。ありがとうございます。